ブッパータール・ベーテル神学大学は、ブッパータールに本部を置くドイツの教会立、大学である。1979年に設置された。1905年創立のベーテル神学大学、1935年創立のブッパータール神学大学が2007年に、組織統合し、現在の公明となる。福音主義神学の専門単科大学としては、ドイツで最も古い歴史を持つ。 また、かつてボルフハルトッパネンベルク、ユルゲン・モルト・マンラが教鞭を取ったことでも知られる。2011年現在、1000人教員17名、学生数およそ150名、他大学に在籍しつつ、単位履修する、超高生は70名前後となっている。前身の一つ、ベーテル神学大学は、キリスト教社会福祉共同体ベーテルの創設者、 フリードリヒ・ホン・ボーデル・シュビンク牧師によって、1905年に、ベーテル・カミ学校が政権を握ると、ベーテル・カミ学校はナチズムに反対するドイツのプロテスタント・キリスト社のグループである、いわゆる国白教会の側に立ったため、ナチス政権によって1939年に閉鎖に追い込まれた。また、ブッパータールでは、国白教会の牧師養成機関として、 ベルリンに設立された改革派進学大学のエルバーフェルト校として、ナチズムに反対する進学者、牧師であるマルティン・ニーメラー、カール・インマーラの主導により、1935年8月14日に進学大学が開校した。ブッパータールの地が選ばれたのは、ナチスの統制下に置かれてしまった、従来の国立大学進学部、とりわけ、カール・バルトを、 退職処分にしたボン大学に対抗する意味合いがあった。開校に際して41人が学籍登録を行い、1935年11月1日に開校礼拝が行われるはずだったが、同日付で国家秘密警察より活動禁止処分を下されてしまう。そこで、すでに存在していたエルバーフェルト神学校を隠れみのにして授業が開始されたが、 この神学校も1936年12月14日に、やはりゲシタポにより閉校させられる。さらにハインリヒヒムラーの指令により1937年8月29日に、国白教会の牧師養成活動がすべて禁止となる。中で、エルバーフェルト校の活動は、ブッパータール、ケルン、エッセンと場所を変えつつ密かに継続されたが、戦争の激化に伴い教師、 学生の多くが徴兵されていったため、1941年3月に活動停止を余儀なくされた。ベーテル神学校は、1945年の敗戦、及びナチス政権の崩壊後、同年秋に再建され、1979年には、博士号授与権及び大学教授資格審査権を持つ、大学として国により認可された。 ブッパータールでも戦争終結のわずか数週間後、地元の企業からによって再開準備が始まった。早くも1945年の冬学期には教授陣の顔ぶれが整い、ブッパータール神学校として開校された。設立主体は、告白協会の一翼を担っていたコプロイセン兄弟、協会評議会とされ、後に、神学大学法人が作られて、運営を行った。 1799年設立のバルメンセン教団の発祥地であり、俗に聖なる山と呼ばれていたブッパータール市内ハルトベルクの丘の上にキャンパスが置かれることになった。ブッパータール神学校は1976年以降はラインラント宗教会立の進学大学となった。同じブッパータール市内に1972年に新設された国立総合大学であり、 人文学域の中に福音主義神学科及びカトリック神学科を設置するベルク大学、ブッパータールとは協力関係にある。この協力関係の下で、1999年にはブッパータール神学大学の一機関として聖書考古学研究所が置かれ、ヨルダン等における発掘調査に参加している。なお、ブッパータールベーテル神学大学とブッパータール、 大学はしばしば混同されがちであるが、前者は教会立の私立大学、後者は国立大学で全くの別組織である。普遍するならば、ブッパータールベーテル神学大学ブッパータールキャンパスの使命が牧師要請である一方、ブッパータール大学人文学域福音主義神学科の使命は、中等教育機関における宗教科教師の育成であり、前者で取得できる学位が、 神学の研究職学位及び聖職者の専門職学位である一方、校舎は教職専門学位もしくは学術博士号であるところに大きな違いがある。伝統的な福音主義神学である、旧約聖書学、新約聖書学、教理士、組織神学、教義学及び実践神学を柱としているが、最近では宣教学、宗教学、 エキュメニカル進学を担当する教授もおり、今後もこれらの分野のさらなる拡充が見込まれる。教会立の大学ではあるものの、教育水準は国立大学のそれと同等であり、入学に必要な資格も国立大学と同じである。また、所定の単位を習得し、試験に合格することにより、以下の学位が取得可能である。 進学修士、福音主義、進学修士、進学博士修士、ディアコニー学博士また、大学教授資格審査を行うことのできる、ドイツ唯一の福音主義、進学専門大学である。2003年1月に開かれた、ラインラント州教会総会において、牧師の養成及び継続教育を担っていた、様々な機関をより緊密化させることが決議された。 これに基づいて、ブッパータール進学センターが設置され、ブッパータール進学大学はその一翼を担うものとされた。さらに2005年11月17日には、ラインラント福音主義協会とベスト・ファーレン福音主義協会の合意によって、ブッパータール進学大学とベーテル進学大学は、組織合同し、2007年1月よりブッパータール、ベーテル進学大学となった。 ミーレフェルトにあるキューベーテル神学大学のキャンパスは、ディアコニー学を専門に学ぶキャンパスとなり、ブッパータールのキャンパスは引き続き牧師養成を行う場とされた。ブッパータールの敷地内には4つの宗教会が合同で設置している牧師訓練研修所があり、神学大学その他で神学の高等教育を修了して、宗教会の牧師補となったものは、 この研修所で19週間にわたる教会及び宗教教育現場のための実践訓練を受けることになっている。なお、この研修所には上記4宗教会以外の牧師法のほか、外国の牧師法及び牧師も入所して訓練を受けることが可能である。ありがとうございます。